いつもと違うとこで。やばいですね、バリ久々です。一周回って初見やもんな、久々すぎて。そういうとこあるよね、一周回って初見みたいな。そう、ベッドの前じゃないんですよ。なんか今日顔がなんか違う。3日ぶり、4日ぶり、2日ぶりくらい。ほんと眠い。こんばんは。あら、ちょっと携帯が心配。さっきから充電が止まらないの、なんだか知らないけど。あ、皆さん初見です。だってやっぱ一周回って初見だよね。久々だね、照れるよね、初めての頃だって。あ、ちょっと一周回って初見、こんばんは。こんばんは。眠たい。みんな初見ですじゃん。充電が止まらないじゃん。たまんない、充電がたまらないの。たまってからやりたかったんだけど、たまんなくて、なんか知らないけど始めちゃった。ピエン、初心に戻ってみてください。優しい気持ちで。何か今日忘れてるような気がする。なぜ充電できないのでしょうか。前髪長いよね、切りたい。眠い。今充電 14% ぐらいです。本当に眠たい、やばい。眠たいとか初めて聞いた気がする。あんま言わないね。すっごい今眠たいんですよね、実は。光が暗い、明るいけど暗い、汚い。眠い、やばい。そう、充電がずっとねやってたんやけど、9時ぐらいからなんか知らないけどたまらなくて、どうしようって思って。今夏いね、ありがとうございます。あ、眠たいわ、眠たいわ。寝ていいよ、見てる。だって寝てもいいかな。本当に眠い。寝落ち配信待機だって。こんなさ座りながら寝れないよ、私は。ね、コンセント逆にしたら早くなることとかある？刺さってるねん。で、充電マークも出るんやけど、なんか全然たまらないの。重たい、熱いからかな。ハートありがとうございます。最近さ、外と出たらさ、めっちゃさ、寒って感じる、お昼でも。最近寒ない？寒いんだよね。よっこいしょ。ミオがおかしいのかな？最近ずっと寒い、ほんまに。寒いの。今日も寒いよね。昨日も寒かったし、なんなら一昨日も寒かった。冷房は全然いらん、もうずっとつけとらん。あ、まあ家にいないっていうのもあるけど、家で踊ったら暑いからつけちゃわないとさ。涼しいよね、やっぱり最近涼しい。あ、今日なんか足りないと思った、座布団忘れてた。座布団ちゃん忘れていたわ。そう、暑くないんですよ、なんか知らないけど。よっこいしょ、よいしょ。で、あ、18度ぐらいと思って調べたら25度とかだったから、あ、結構普通に夏やんと思って。あと、ありがとうございます。今日顔違うね。だってミオもめっちゃ思ってる。なんか顔変じゃない？違うんだよね、いつもと。変なんだけど、まあまあいいじゃないか、たまには。顔全然違う、本当に日によって顔変わるんですよ。ピエン、うわー、天才がおる。今日リップ違いません。だって今日はみずきちゃんにもらったリップをつけました。みは絶対に赤リップしかもう使ったことないのに、みずきちゃんにもらったからつけよう。そう、天才だね。メイク変えた、だって天才だね。目は何も変えてないんだけど、目はいつも変えるから分からへん、基準が。そうなので、あ、今似合わないからちょっと撮りたいなとも思ったんだけど、
まあいいかなって、もちろん気づいてたよ、てんてんてん。嘘だ、絶対嘘やん、絶対嘘やん。これはね、ブランドですね、トーンっていうところもらったの、ありがとね、誕生日プレゼント。気づけなくて辛い、だってまだまだですね、これから一緒に特訓していきましょう。そうなのよ、色を変えたんだよ、ピンク。あ、本当に眠たい、やばいやばい、道理でいつもより可愛いと思った。今さらそれ言ってから言う。私からもお礼言ってきます。あ、ありがとうございます。そう、ピンクなの、ピンクなんだよね。おお、メール取り始めました、だってありがとうございます。スキピやん、スキピ。リップ見分ける、いや赤とピンクは分かるでしょ、だいぶ違うよ。何時に起きたの？それは12時。お昼の12時なんだけど眠いの。ショールーム見るから見る前から気づいてたし。嘘つけ嘘つけ。メール取り続けました、ありがとうございます。取り続けたんだって、どうもどうも。食べ物しか来ません、そうね、いつも食べ物。生写真のパレオ似合ってるね、だって。なんか恥ずかしい気持ちになった。あれさ、青だったんですけど、ミオパレオの生写真、あ、発売中です。パレオの生写真青だったんですけど、すごいの、あのなんかすごいの、こんな可愛いの着れないと思いながら撮った。あ、来た。でも青は可愛かったけど、青は可愛かったんだけど、そうなの、本当に誰の衣装とかあるのかな、あれ分からない。誰の衣装かは知らないんですけど、青だったんですよ。違うの、写真ね、みんな撮ってたの。それでミオは違う部屋に携帯置いてきちゃって、そのままね、下には降りれないから、もう撮影始まっちゃってる、始まっちゃって、だからなんかそう、あのゆいちゃんの携帯を借りて勝手に自撮りさせてもらったんだけど、パレオじゃない衣装でね。そうなの、だからパレオの衣装の写真はないですないの。そう、携帯を忘れてきた。しかも誰かに撮ってもらえばよかったんだけど、待ち時間がなかったから、撮る時間がなくて、あのすぐに、先輩たちも待ってるから早く撮らなきゃいけないし、そう、それで普通に撮る時間もなかったんだよね、ピエン。だから、まあ、誰かのとこにもし映り込んでたら保存してください。それはないと思いますけど、そうなの、けど可愛いなと思った、青色。めっちゃ眠い、やばそうなんですよ、携帯をね忘れてきちゃったの。想像してください、生写真みたい、想像してください。あ、そうだ、生写真を買えば見れるっていうのがあるじゃないですか。そうだね、そういうことだわそういうことにしとくわ。生写真を買ったらいける。何枚撮ったの、わかんない、記憶にない。そう、貴重ですよパレオの衣装。あの絵めっちゃ可愛いね、可愛いけどなんかミオにはすごい似合わないだろうなと思う。買ったよ、だってありがとうございます、商売上手たまたまなんだけどね、たまたまなんだけど。半目ありますか、ありそうじゃないですか、それはもう買ってみないとわかんない、ね、撮影慣れましたか、だってミオは好きじゃないです、得意ではないです。そう、衣装着るのは楽しいけど撮るのは得意じゃないです。似合う、ありがとうございます。本当に何枚が半目になったんだ、笑顔作れた、作る意識はしました作る意識はしましたね。そう、半目、半目じゃないわ、笑顔の意識はした。でも優しいんですよカメラマンの人も、
渚は誰の衣装、いやミオや、それはミオの衣装や、渚のイメージ、そう笑顔の意識をしたよ。あとなんかさ、笑っといた方がいいかなって最初は、だってさ半目を作る意識じゃないんですよね。写真を撮る、あ笑顔にする意識です、笑顔にする意識をした。しかもメイクさんとかも優しかった。あ、うん、ワンチャン半目のやつも入ってるかもしれないよ、生写真ワンチャンね。どんなんか見よ、見てないかわかんないけど、ワンチャン。あとなんか自分で選びたいよね、自分の好きな写りってあるじゃん。まあめっちゃ撮ってるから選べないんだけど、いつもより眠そうだって、めっちゃ眠い、目の奥が寝てるの、目の奥が眠ってて今もう手前まで来てるの、めっちゃ眠たい本当に、なんでだろう。10秒ぐらいでポーズ変えてくの、うん、うん、2秒でポーズ変える2秒でポーズ変えなきゃいけないの、それが苦手なのみは。でもたまにあの言ってくださる、あのこれもやってみてよとか、これこれはとか言ってくださるから、それがあの表紙になりました、10期のやつの、パレオのこうやってね、こうやって やってるやつ、こうやってやってみてって言われてやったんですよ。そしたらそうなった。どの角度、あ間違えた、どの角度が一番自信あるの、どれもないんですよ、自分でわかんないの。そうだから、だからな、そうすごいですよね、先輩らの方のやつとかもちょっと見てたんですけど、すごい、とてもいいすごい、もうびっくりしちゃうもん、あーさすがだなって思って、すごいなってなります。だんだん上手くなるだよだって言われた、そうやってなんかどんどん慣れてくるから大丈夫だよって言われました。頑張りますって言って頑張りますって、そう右顔左顔とかどっちもわかんないの、どっちが好きとかないの。すごいですよ先輩方、すごいね、すごいすごい、そう見てたというか一緒だったから、写真をね、あ一緒、撮影場所が一緒だったからちょっとだけ見てたんですよ。じゃあすごいなってなった、すごいわ、プロだわプロ、ハートありがとうございます。やばい、目の奥が眠りすぎてやばい、眠たいね。誰がすごかった、みんなすごかったよ本当に、みんななの、みんなすごいの、みんなすごいよ。でも10期でもすごい子もいる、誰って言われたらわかんないけど、なんかびっくりした、あこの子もすごいねって言って、ミオも頑張らないとねって言って、でも今日は寝れるだって、いつもそう思うんですよ、いつも今日は寝れるって思うじゃん、お風呂入るじゃん目覚めるの、何これ、いつもお風呂入ったら目が覚めちゃうんだよね。ゆっくり休んでなって、ありがとうございます、ありがとうございます。すごくない子いた、どんな質問、私かな、私かな、すごくない子いたなら、みんなすごいですよ。でも10期も全員見たことはないかな。お風呂ね、みよ全然お湯つからないんですけど、昨日だけなんか使ってみた、うん、あの体がさしんどくなるからさ使った方がいいって聞いて使ってみた、昨日。やっぱめんどくさいの、お湯つかるの、早く上がりたいそんなことよりってなるんだよね。だから今日はつからない、入らなければいいじゃないか、それはそうやで、それはそうやで、入りなくていいなら入りたくないけど入らなきゃダメなの、そう本当は入りたくないけど入ってるの毎日。なんかさレッスン終わりも お風呂入りたいってならないもん、めんどくさいってなるけど、お風呂入らなきゃ早く入らなきゃってなるんですよね。
浸かりながら寝落ちは楽しい。楽しいの？みよ寝たことある。でもお風呂ですごいね、溺れそうになるの。そう、シャワーだけ、シャワーだけっていうかシャンプーとかもやってるけど、お湯は浸かんない。お風呂をラスボスと呼んでるよ。だっておもろ。確かに確かに、ほんまによ。めんどくさいの。あー確かに、洗濯機みたいにさ、自分が入ったらさ勝手に洗ってくれたらいいのにね。全然入りたくならない、汗かいても。あ、なんか洗いたいとはなるけど、お風呂にいい子とはならない。めんどくさいなーって言っても、早く入らないとなーって言って、いつも自分と戦ってから入ります。お風呂で寝ると危ないよね本当に。ママがめっちゃお風呂で寝るの、マジで。ミオがいつも起こしに行ってた、危ないから。朝風呂いいね。朝風呂にしたい今日。温泉は好きだよ。それは違うんだよね。また洗濯機入ってみたらワンチャンいけるかも。いけるかな、やってみていいかな。大丈夫かな。どこから洗うの？頭頭から洗います。で、顔洗って体洗います。岩盤浴も好きです。岩盤浴も好きなんだよね。めんどくさいんだよね。誰なんやろね、お風呂の文化作ったの。眠いけど頑張って目開けてます。頑張って目開けてますって言って、今日はねファミマのハンバーグ食べました。今日はファミマのハンバーグを食べた。美味しかった。あのほんまにお母さん食堂やねんけど、コンビニのハンバーグって美味しいんですよ。この前はセブンイレのハンバーグを食べて、この前美味しかった。もうね最近同じものしか食べてない。あのうどんをね月に3回食べて、パスタを月に3回食べてね。めんどくさいの、もうめんどくさいの。そうなの。2日連続コンビニご飯だ。昨日は牛すじ煮込み食べて、今日はハンバーグ。あのなんかねお肉とかってさ買わないとさ、スーパーに行かないとないじゃん、生のお肉って。だからね、あすいません、ドライカレーはね今日作ったみたいな感じで言ったんですけど、あれは5日6日ぐらい前のやつですね。そうですね、あれは6日ぐらい前のやつ。今日はコンビニのハンバーグ。みんなそんなことめっちゃ多いですね。ちょっと時差があるんですよ、メールと。牛すじ煮込みめっちゃ美味しい。ブラックサンドアイス食べないですから。夜は食べない。夜はご飯しか食べない。お昼はそう、みよめっちゃそういうの多いです。あの写真とあのメールの時差がねすごいんですよ本当に。でも今日食べたよみたいな感じでいつも書くんだけど、いつもです。昨日みきちゃんとお昼ご飯食べたの。だってそう、みきちゃんとというかみんなで食べたよ。昨日はレッスンでて、それでご飯食べるからセブンイレでご飯買ったんやけど、その時にあのドーナツを食べた。みきちゃんと食べた。横に頭回らなすぎておもろい。あの横に座ってみきちゃんと食べました。そう、あとみくるちゃんとりかちゃんと石津さんもいた。あと年少3人組もいた。はやかちゃんもいたよ。うわ危ない、倒れる。危ない。そうなんですよ。よし、オッケーオッケーオッケー。ハートありがとうございます。ジュッキー好きだって。私も。あーえ、なに、やだ、携帯が倒れちゃう。オッケーです。ハートいっぱいありがとうございます。スマホも眠そうだね。寝落ちしかけた今スマホ。
みきちゃんの愛が詰まったメール見たのね。だってなんかね、みきちゃんがね、こっち系のメール送ったらしくて、みおのね。それでみお知らなくてファンの人に教えてもらったんですけど、見せてよって言ってスクショして送ってもらって、フォルダに保存していいねしました。いいねしました。何眠いんやって。眠い、今日ずっと眠い言うとる。服かわいいっぽい。かわいいよ、全然映んないけど服かわいいよ。少しこんなやつですこんなやつです。ハートありがとうございます。イチャイチャすなだって。そう、なんかもうこっち系のメールをね書いてくれたの、ミオに対しての。それをね教えてくれたのファンの人だから、知ってるね、知ってねって言って、見せてやって言って、見せてって言って見せてもらいました見せてもらいました。先輩と会う機会がねまずないんですよね、本当にない。すごい感動した、ミオ泣きそうになったもん本当に。あのメール感動した。それで今何回読んでも感動するって言ったの。そしたら、あ、そう、今日のモバメの服と一緒、今日撮ったやつあれは。そしたらそれ言ったら、何回見ても感動するって言ったら、でミオが生誕祭のお手紙みたいって送ったの。そしたら、生誕祭の手紙は絶対書きたい、だってミオも思ってた。ミオも思ってた。それっすね、全然ゆっきりせいでやってます。ハートありがとうございます。そうなの、もう最初は家族らしいね、なんか知らないけど。そうそうなの、俺も書く、なんでやねん。そう、ニヤニヤ止まらんやん。だって好き。あ、リップに、あ、待って、さつまいもがみきちゃんの、あ、みきちゃんじゃないまた間違えたまた間違えた、やばい。さつまいもがみずきちゃんかな。ちょ、みきちゃんの話してたからさ、間違えたんだよ。いつも間違えないよ、ありがとう。これをつけました。キュンキュン。今日もね、なんもないなんもないです。あのメールはジーンときたよ。だってそれな、ミオもミオもよ、本当にあれは感動だわ。石津さんからもらったリップを気をつけたの、ピンク。さつまいも、え、最近さつまいも好き、ひそかにひそかに最近さつまいも好きなの。だからお芋ご飯作ったり、あれも作った。みーちゃんが来ましたよ、さっき。みーみきと仲いいのね。そうね、そうね。石津さんって他に誰が読んでる、わかんない。みきちゃんが言い出したの、石津さんって。今日焼き芋一本食べた、だってめっちゃ食べるやん、めっちゃ飽きやん。あ、好きだから飽きないか。みおもチョコやったら飽きひんし。あ、そう、カリカリしない大学芋も作ったし、最近ね、ひそかに大学芋ハマってる。みずきちゃん、このさつまいもっていう名前のやつはみずきちゃんと見た。そうなんですよ、結構最初らへんから3人でいること多いかな。鬼まんじゅう食べてみて、食べたことないねん、食べてみたい。あ、リカベも呼んでたよって。待って待って、誰が中学生芋やねん、誰が小学芋やねん、大学芋や。そう、最近好きやねん、前から好きやけど今ちょっと好き。仲悪いのはすごいこと聞いてくるやん、そんなんいないよ、みんな仲良しだよ。元気そうでよかった。だってめっちゃ眠いの、元気だけど。ホクホクとしっとりどっち派だって。どっちも好き。あ、どっちも好きやねん、みよ。さつまいもどっちも好き。そう、あ、なんかね、最近お札どきも好きだしさ、やっぱさつまいもが好きなんだ。
チバチする同期がいてもおもろいでって、それはでももしいたとしても公表する派では、公表しずにこう皆さんが読み取らなきゃいけない。そんなことはないけど、みずきちゃんはねっとり派だって。美味しいよね、美味しいよね。お札どき好き。皮と中身どっち食べる派？え、皮だけ食べる人いるの？皮だけ食べる人いるの？さつまいもご飯さは作った日に送ったんだけど、あの4個あって冷凍が今、さつまいもご飯の。ほんで1週間ぐらいで食べきってくださいねみたいなネットに書いてたんですよ。だから昨日のお昼もあのさつまいもご飯で、今日のお昼もさつまいもご飯食べた。すごくない？さつまいもパーティー、多分明日の夜ぐらいも食べると思う。美味しそうだって。普通あのあんま味はない。ちゃんとねみりんとか入れたんやけど、そこまで味はない。さつまいもご飯を作ったんですよ。毎日さつまいもご飯食べとる。違うね、あの使い切ろうと思って2合炊いたらバリ余った。やばない？西芋見よ。そろそろなる。みりん何入れたか忘れたけど、みりん系入れた。調味料系を何個か入れました。美味しいです。最近ほんと料理作っとる。すごい頑張っとる。2合炊いてご飯、それで、あ、めっちゃ余っちゃったと思って、冷凍がいっぱい。そう、冷凍がいっぱいなのよ。一人暮らし大変だって。もちろん大変、もちろん大変。喋る人いない。みりんは万能に使えるよね。みりんってあんま使うときなくない？いつも思うねんけど、みりんいつ使うのって思いながら、あ、今日はみりんたまに